はい、さあ始まりましたナショインカレント。この放送は毎週月曜3時から30分間の放送を行っております。9人で構成されるメンバーは全員那覇商業高校の生徒で、那覇商業の特色やその周辺地域のことをさまざまな視点から紹介していきます。この放送の様子は FM 那覇のホームページでリアルタイムで追うことができます。今回は第2回目の放送となっております。ですが私たち那覇商業生は今週の放送の時期には、中間テストを行っているため、期末テストを行っていますので、今回は録音放送となっております。はい。はい、そんな録音放送の MC を務めさせていただくのは、私、メグと、マオと、私、アオイと、シルドです。はい。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて放送の内容なんですが、前回と同じいくつかのコーナーがありまして、今回も那覇商の出来事、すごいやつの紹介、部活動の紹介、周年行事に関する情報などをお送りしたいと思います。はい、よろしくお願いします。では早速コーナー移り変わります。先週のあったこと、学校紹介を行います。私メグとマオです。はい、それでは早速いきましょう。はい、真央さん、はい、私たち先週は何がありましたか？そうですね、はい、まず、はい、ビジネス検定ですね。なるほど、検定ですね。はい、はい、大変。商業生、はい、にとっては大事な検定となっていますね。ですね、はい、これ取れるか取れないかでちょっと変わってきますのでね。そうです、ちょっととても大切なものである。はい、青井さんは取れましたか？僕は2級も3級も落としました。僕は2級、あれ3級も取れました？あ、インフルで休んだ。はい、あ、ちょっとまずいですね、商業生として。簿記を取れてない状況っていうのはなかなか苦しいと思いますけど。ちょっと苦しい。ちょっと苦しいですね、それは。はい、そしてですね、はい、6月中旬のこの頃になってくると、はい、沖縄の人ならほとんどの人が知っている。ほう、なるほど、わかりますか？知っている、知っている日が来るんですか？あれ、沖縄中旬に、慰霊の日じゃないの？あ、そうです、慰霊の日です。なるほど、慰霊の日ですか。そうです、ね、79年前に起きた沖縄戦による戦没者を追悼する意味で沖縄県で制定された日です。はい、なるほど、はい、79年前、もうそんなに経つんですね。早いですね。制定された日、なるほど、はい、この詳細はあの後の120周年コーナーで詳しく話してくれますので。はいはいはい、なるほど、わかりました。聞いててくださいね。はい、わ、はい、かりました。最後まで聞いててくださいね。はい、はい、そうですね、そうですね、先週のあったことでまた話をさせていただくとすれば、そうですね、先週の水曜日ですかね、はい、うん、私たち、野球部と水球部で水体式というね、あ、部活、これから行う部活の大会に向けての、うん、まあ、意気込みだったりを、ね、インターハイのですね、インターハイ、そうですね、はいはい、インターハイの意気込みをする場を、朝の時間ですかね、朝ですね、はい、朝に、まあ、その意気込み発表を行うのですが、うん、その時の特色についてちょっと軽く話させていただきましょうかね。そうですね、はい、じゃあ、はい、ね、いろんな部活が水体式やるんですが、今回は野球部と水球部だけということなんですが、まあ、この2つ他の部紹介と違ってなんか独特な色があるんですよね。 それについて、はい、野球部の青井さん、はい、話してもらっていいですか？水球部の渋田さん、はい、野球部の渋田さんは、はい、水、あ、他の部活の応援の時とかは、はい、まあ、応援歌みたいな応援歌、はい、で本当はまあ水球部みたいにダンスとか全裸だったりしていいんですけど全然言わないでね。はい、まあ、そこはね、応援歌で頑張っていきたいと思います。はい、そうですね。あれ、なんか訂正すると全裸ではないです。全裸ではないですね。ちゃんと水着履いてるんで。ちゃんと水着つけて、はい、V パンですね。 V パン、はい、競技用競泳水着履いてます。まあそうですね、野球部も野球部でね、なんか急に
追体式で引き込み終わった後に、ね、うん、部員の一人名指しで呼んでセンターに立たせてギャグ一発ギャグをさせるっていうなかなかえげつない行為してるんですけど、はい、それはもう、はい、ちょっとこれがまあ野球部ですこれが野球部とクオリティです。恒例行事がありますので、いやもう滑ってもいいですし面白かったら面白かったら何でもいいっていうもう結構何でもありな武将会っていうかね、まあ、水体式意気込み会なんですけど僕たちが一番楽しいです水球部は巻き込まれてます一体私たちが何を見せられてるんでしょうっていう状態になったりするんですけど ね、いや水球部もねいきなり V パンになったよね。渋田さんもねご自慢のやめなさい肉体を、はい、見せつけて肉体を披露してくれて披露していただいて素晴らしい腹筋と胸筋がカメラを見ていただくと分かると思うんですけど、ね、両手をパーって開けて脇を全開にしてね、もういかつくいかく回すな回すな威嚇ポーズ撮ってもらってるんですけどねいやーその時のね放送禁止用語さこれ閲覧注意かアウトアウトいやもうその時にねもう発される女子の黄色くないもう悲鳴黄色くないキャラがね印象的ですよね本当にだいぶ黄色でしょいやーまあっていうねもう本当にもうカオスではあるんですけどそんな水体神がね行われましたねはいというのが私たち那覇商業の選手あったことです、はいはい、もうなんか話のね緩急がすごいよね異例の日についてねちょっとシリアスになったと思いきやこんな衰退し逆転回になるっていう、はい、では先週のあったことのコーナーを切り替えて、はい、はい、じゃあ切り替えていきます。今週のすごいやつ、はい、では早速いっていただきましょう。蒼井さん渋田さん今週のすごいやつ紹介していただきましょう。はい、じゃあお願いします。今週のすごい人ははい、あ、もうこれもう恒例なんですね。女子サッカー部の余木沙耶さんです。よいしょ。沙耶さん、はい、よいしょ。自分たちはですね女子サッカー部の最後の大会、はい、応援しに行ったんですよ。はいはいはい。でそこでですね本当は最初らへん、はいはい、というかもう後半もなんですけど、はいはい、結構攻められてですね、はいはい、結構シュート打たれてたんですけど、はい、まあ、守護神守護神ゴールキーパーが守ってくれたと。素晴らしい。ブラボー。それがすごくてですね、はい、まあ、MVP だなということで MVP、はいはい、取材行ってきましたよ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それですね僕と渋田さんで、はい、こっちが質問する側、ね、で自分がさやさんの代わりとなってさやさんの答えを言いますので、はい、あ、なるほど、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっていきます。お願いします。じゃあ始めていきます。はい、まず一つ目の質問からいきます。サッカーはいつから始めましたかについてお願いします。サッカーは、高校1年生から始めたそうです。はい、次はゴールキーパー歴は何年ですか。3年生が抜けてでまだ半年ぐらいだそうです。ではハーフタイムの時はどんな話をしましたかについて。この時は前半で良かったことと悪いことを先生から伝えられて、いいところはもう伸ばして悪いところ改善してからで、それで後半の作戦タイムとかを、はい、言われていたそうです。4つ目、シュートを止めるときに していることは何ですかについて。相手がドリブルしてくるときに、飛び出すタイミングですねを意識したり、相手がシュートを打つモーションフォームになったら構えるということを意識しているそうです。ラスト、首里戦の PK ではどんな思いでゴールに入っていましたかについて。この試合で負けたら3年生引退ということを知っていたので、まあこれ止めないと次に進めないという気持ちで止めたと思います。で緊張していたそうです。それでも止めるってまあすごいと思います。以上です。以上です。なるほど。3年生が引退してからの半年ですか。そうらしいですね。ってなると、じゃあ2年生から2年生からです ね、 そうですね。なるほど。で今キーパーをやって試合でキーパーで何回ボール止めたんでしたっけ。試合で止めた。試合でまず前半で多分少なくても5回以上、はい、5回くらいかな。で後半でも結構止めてて、であと PK 戦でも止めてたので。 PK 戦で、はい、すごいですね。もうこれは MVP ですね、はい、これは本当に MVP ですね。素晴らしい。すごい。でその大会はいつに行われたんでした。この大会は、はい、先々週だったはずです、うんうん、なるほど、はい、何日ですか。ありますよこっち。6月
え、でも5月じゃない5月あれ、まあ、今収録してる2週間前ぐらいだし、ね、ああそうですね、覚えておりません、はい、なるほどなるほど、はい、そんな熱い試合があったんですね。いやありがとうございます。インタビューもねわざわざしていただいていやこれは協力してくれたさやさんにはね感謝します。感謝しますね。ありがとうございます、はい、ありがとうございますはい、ではありがとうございます。今週のすごいやつの紹介でした。サッカー部の代木さやかさんでしたね。さやさんです。さやさん、さやさんね、オッケー、さやさん、さやさんね、さやさん、さやさん、協力ありがとうございます。協力ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあコーナー移り変わります。部活紹介に行ってまいります。はい、コーナー移り変わってまいりました。部活紹介を行っていきます。すいませんね、振られてます、ね、はい、担当していただくのはアキトと、かぶるかぶる、かぶったね、かぶるかぶる、はい、サマーマイクからいきましょう、はい、ラゴメとアキです。はい、野球部の二人に担当していただきます。はい、お願いしまーすはい、いやもう、じゃあ2回目の部活紹介となってまいります。今回は何の部活について紹介してくれるんですか？今週は野球部について話したいと思います。はい、じゃあ我らが野球部、我らが野球部、野球部、来週に、来週？明日か、明日にですね、抽選会控えてまして、明日火曜日6月の11日ですね。そうですね、はい、明日、ね、言い方変えよう、これの放送日は17日だから、先週の水曜日、先週の水曜日か、そう、先週の水曜日の方に、ね、曜日、はい、すいません、録音なのでね、あの日付がずれてしまうっていうミスが起きているんですが、先週の水曜日12日に抽選会を行ったんですよね、はい、行って、まあ、行うんですよね、はい、対戦校は新聞で確認していただいて、ね、確認を、はい、すいませんね、はい、ちょっと難しいんですよね、時間もう決まっているところあるんですよね、シード、もうシード校は4つ決まっていて、はい、あ、でしたね、うん、はい、どこでしたっけ、エナジックスポーツ高等学院と、はい、江南でした、江南高校と、と宜野座高校と、ウェルネス、日本ウェルネス、はい、はい、この4つが、はい、はい、シード圏と獲得しているということですね。はい、それでは、はい、野球部の紹介なんかあります？まあ、野球部は毎年、はい、毎年人数少ない中、はい、はいはい、そうですね、頑張ってるんですけど、はい、今年は、今年は例年より人数多くて、あ、そうなんですね。大会は応援も盛り上がると思うんで、はい、応援来てくれると嬉しいです。いや、それはいいですね。ぜひこの放送を聞いてくれてる皆さんの方も、皆さん方もぜひ野球会場にね、はい、試合会場に足を運んでいただけると嬉しいですね。はい、はい、例年よりも人が多いってのことだったんですけど、はい、ってなってくると、いつもは 何名ぐらい新入生が入ってくるんですか？毎年は、はい、10名行くか行かないか、10名行くか行かないか、行かないかぐらいですけど、今年は12、3名。ああ、なるほど。あ、少し多いんですね。少し多い。はい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 。はい、そうか。ちょっと野球のことに疎いからね。話をすごく振りづらくてすいませんね。そうだな。10名。なんか新進気鋭の生きのいいやつとかって言います？新入生、新入生、1年生。こいつはすげえぞって、こいつやべえぞって、野球部のなんか隠し玉だぜみたいなやついます？なんか
ちょっと無茶振りかもしれないんですけど、学生様、まあでも今年の1年生は、はい、自分たち3年生と2年生に比べてちょっと勢いが足りない、ちょっと子供というかちょっと技能的に技術面ですか、脳みそ、ちょっと言い方悪すぎる気もするんですけど、ね、精神面的に幼い部分があると、はい、はいはい、いやでもいいじゃないですか、高校生らしくてね、はい、可愛くて、うんうんうん、はい、いいじゃないですか、ういしいです、ういしくてね、いいじゃないですか、そっちの方で脳みそが子供っていう言い方結構結構酷評してるね、いかついな、怖い先輩を持ったものだねはい、野球部のね、はい、部紹介の方をしていただきました。はい、担当は中村と秋色、お二方が担当してくれました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ではコーナー移り変わります。120周年コーナーです。はい、はい、じゃあ行きましょう。ありがとうね。はい、ではコーナー移りました。120周年コーナー担当していただくのはリノとマイカです。はい、お願いします。はい、では120周年コーナーということですが、今回はどういったもの行事を紹介してくれるんでしょうか。お願いします。今回の120周年コーナーでは行事というか、今週の日曜日が慰霊の日ですよね。あ、そうです、慰霊の日なので、今回は慰霊の日に関する那覇商業のはい、はいはいはい、昔の出来事について触れていきたいと思います。お願いします。学校の100年史という本で調べたんですけど、うん、約200人ほどの生徒や職員が沖縄戦で命を落としてしまったみたいで、同級生や先生が戦死ってちょっと聞き慣れない聞き慣れない、想像は難しいですね、難しいですね、想像もしたくないですしね。はい、はい、そこで那覇商業では毎年慰霊祭が行われていて、はい、1年生は平和を考えるために慰霊祭に必ず参加することになってます。私たちもやりましたね、1年生の時、ましたね、コロナ禍の状況でしたけど、はい、天下の中、はい、ちょっと大変でしたけどね、はい、ありましたね、懐かしいです。2年前か、俺2年前です。早いですねすごいな。慰霊の日についてですよね。はい、そうですね、慰霊の日か、そうですね、それで言えば今週の、23日、来週くらい、そうだね、それで言えば先週の話に戻ってしまいはするのですが、那覇商業で言えば先週の水曜日ですかね、野球部の推体式の時とも被っているんですけども、この慰霊の日、慰霊祭というものを毎年行っているんですよね、はいはい、でこれの、事前学習みたいなものを12日の水曜日にも行ったりもしているんですね。はい、はいはい、そうですね。でこの事前学習の時に、そうですね、毎年行ってる学校っていうのは結構あるのかな、聞いたことないありますないですあんまり、はい、こういうふうに事前学習をして、戦争のことを忘れないようにするっていう意識を結構を大切にしてるっていう学校ではありますよね、うん、そうですね。いや、あんまり毎年この時期になったら触れる話題なので、詳しくはやっぱし変え
解説は難しい。はい、そうだ。そうだね。そうだすね。そうだすね。そうだすね。はい。すね。いや、まあでもこうやって毎年ね、意識させてもらうと、絶対忘れることはないんで。だって、なんて言えばいいでしょう。今 SNS とか発達してね、遊んだり、なんかまあ、県外の人とも交流取ったりするじゃないですか。そうだね。まあ、時折自分、まあ、遊んだりしてるんですけどね。とかやってる時にね、あの慰霊の日っていうか戦争についての知識がね、やっぱ、内地の人って言えばいいのかな、本当側に寄ってる人とかと話をするとやっぱし全然意識っていうか、え、そんな日あるのっていう、これもあるあるですけどね、なんかそういうのがあったり、身近なものではないって感じですよね。そうなんですよね。だからそこら辺もだから那覇省のね、こういう行事のおかげで私たちもね、こういう沖縄戦っていう悲惨な出来事を忘れないでいられるのかなと思いますよね。はい、こういうこと大事ですよね。大事です。ありがとうございます。はい、話もそこそこに、コロナ移り変わっていきます。それでは今週の主な予定の発表の話をさせていただきます。予定の話をねさせていただきましょう、はい、すいません、疲れが溜まってきましたね。はい、では移り変わっていきます。移り変わりまして、今週の主な予定担当していただくのはリノとメムです。はい、お願いします。お願いします。お願いします。はい、今週の主な予定、はい、今週は那覇省何があるんでしょうか。今週はですね、日曜日に全国商業高等学校主催の簿記検定があります。はい、簿記検定、先週はビジネス計算検定と、はい、あの検定ラッシュの検定ラッシュになってて、結構しんどい、忙しい時期、しんどい時期ですね。ですね、皆さん簿記どうです、得意ですか。なんでしょうね、私はまあ普通以上ぐらい結構できる方ですね。ちょっと調子のプリーグになっちゃったかもしれないですけど、普通ぐらいだと思います、自分は。はい、まあ、恥ずかしくない程度。真央さんは、まあ、大の得意ですね。はい、あ、じゃあ検定何をって笑ってるんですか。じゃ受けたのは3級受けて、はい、ちゃんと3級取れましたって話です。はい、これ、商業科だと2級受けるはずなんですが、いや受けないです、これは自分たちで受けるものです。あ、2位ですか。2位だっけ。うん、これ任意で取るやつなので。あ、そっか。はい、あれ、あ、でも、あ、そっかそっか。うん、あ、じゃあまあちゃんと取るべきものは取ったと。ちゃんと取るべきものは取りました。なるほどなるほど、はい、じゃあ安心ですね。どこかのね、野球部の人と違ってね。青い大丈夫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 、ね、安心してください。オッケーオッケー。はい、検定もあるんですけど、テストもちょっと重なってしまうので大変なんですけど、うん、ね、ちょっと、はい、頑張りましょう。はい、検定もね、3連続した後ぐらいに期末だったりね、かぶったりするのがよくありますよね。大変ですよね、本当に。悩まされた時期がいっぱいあったな。大変な時期だったな。大変な時期だったな。苦しかったな。本当か本当か、まあは本当か。はい、ありがとうございます。で、はい、で話が変わるんですけど、はい、はい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 、先ほど120周年コーナーでも言ってたんですけど、はい、6月23日日曜日は慰霊の日となっており、うん、はいはいはい、慰霊祭が行われます。そうですね、はいはい、なので皆さん12時になったら黙祷を忘れずにやりましょう、うん、はいはい、大事ですね、はい、つい忘れたりする人もいるようなもんですし、ね、
大事ですよ、ちゃんと頑張ります。忘れないようにしましょう。頑張りましょうっていうか気をつけましょう。はい、気をつけましょう。アラーム設定まで、アラーム設定までちょっと忘れるんで。はい、そうですね。じゃあ残った時間はちょっとじゃあないか、いや25分だからもうちょうど1分か。はい、それではちょうどエンディングの方に行きましょうかね。はい。いやもう、はい、では今週の主な予定を担当していただいた、あ、リノとムムでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いしたいと思います。すいません、ありがとうございます。はい、この放送は那覇商業が担当する企画する番組那商インカレント、ね、お疲れ様でした。なんとか無事に終わりましたね。生放送を行った後での連続だったのでちょっと疲れが溜まってます。本当にすいません。はい、はい、今回の MC は私メグと真央です。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。